メンメンメン。はい、トッシーです。ラーメンを食べるだけでどこまでいけるのか、最弱ラーメン YouTuber トッシーの成り上がりストーリー、応援よろしくお願いします。本気でチャンネル登録者1万人を目指しますので、面白かったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。年間300杯以上食べるラーメンオタク20人に聞いたガチで美味しいラーメン店ということで、今日は戸塚へやってきました。もう皆さんお気づきかと思いますが、戸塚といえばあのレジェンド、数々の伝説や名言、ラーメン業界に多大なる功績を残した名店、品そば屋さんです。まあ、僕もラーメンが大好きになるきっかけをくれたのが品そば屋の佐野実さんだったので、今日はですね、知らない方のためにもですね、品そば屋佐野実さんの名言とともに深掘りしていけたらなと思います。あとですね、リスナーさんから品そば屋の名シャットが気になるので動画にしてくださいというリクエストもらいましたので、こちらも合わせて見ていただけたらなと思います。それではどうぞ。トッシーのメンメンメン。はい、食券制です。今日はリスナーさんからリクエストのあった醤油メイシャントンチャーシュー麺と名古屋コーチン味付き卵を食べたいと思います。改めて佐野実さんを知らない方のためにちょっとご紹介させていただきたいと思います。佐野実さんのお店品そば屋は1986年神奈川県藤沢市鵠沼海岸にて創業しました。記憶に残るテレビ TBS のガチンコラーメン堂や数々のメディアで活躍し、ラーメンに対する熱すぎる思いでラーメンの鬼と呼ばれました。鶏、豚、魚介などの食材や有田焼の丼に至るまで最高の素材を全国を自ら渡り歩き、神奈川淡麗系ラーメンを流行らせた真のレジェンドが佐野実さんです。2000年には新横浜ラーメン博物館に出店、2008年に品そば屋戸塚店をオープンし、2014年に63歳という若さで亡くなられました。たくさんのお弟子さんたちがいる佐野実さん、メディアではラーメンの鬼という怖いイメージがありますが、実は真逆の人情家だったというのは今では有名なお話。現在品そば屋は奥様の佐野しおりさんが経営をされており、お弟子さんたちが味を守ってらっしゃいます。数々の伝説や名言、たくさんのお弟子さんたちを育てた佐野実さんの当時の動画などたくさん残されていますので、ぜひ調べてみてみてください。それではお待たせいたしました、これより実食です。いただきます。まずはスープから。佐野実さんが開発した山水地鶏をベースに、比内地鶏、名古屋コーチン、魚介類など実に40種類以上もの高級食材を高バランスでまとめ上げたスープは圧巻、至福、天国、染み渡る。続いて麺です。自家製の細ストレート麺、北海道美瑛産小麦を独自にブレンドした品そば屋御用達粉を開発、しなやかで流麗、しなりと伸びのあるコシ、ツルツルとした麺肌で喉越しも良く、スープとの相性も間違いございません。リスナーさんからリクエストのあったメイシャントン、一体どんな豚なのかちょっと調べてみました。もともとは中国が原産、西域著白海のモデルになった豚で、日本国内ではなんと100頭前後しかいない超希少種。メイシャントンは味わいにコクがあり、肉汁がジューシーで、サシと呼ばれる脂の部分が多く、脂に甘みがあるのが特徴。その希少性とブランド力の高さから国内最高級の豚肉と言われています。
日本では唯一塚原牧場さんだけがメイシャントを生産していて、飼育管理がとても難しいことから幻の豚とも呼ばれています。名古屋コーチン味付き卵、味玉ファンの皆さん安心してください。とろっとろ半熟の黄身、超濃密な味わいにうっとりしっぽり、うますぎて震えます。トッシー大好物の穂先メンマ、柔らかくシャクシャクとした食感、味付けも完璧です。食材にとことんこだわった佐野みのるさん、生産者のもとに直接出向いて徹底的に吟味し、自分が見たもの食べたものしか使わない職人としてのその姿勢、今や数々のラーメン界の常識を作った真のレジェンドと言える人だと思います。佐野さんの教えや味を守り続けているスタッフの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に美味しかったです。完食完飲大満足、ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コメント待ってます。